じゃんじゃらじゃん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 。うん、野菜見よう野菜見よう。うん、ごきげんよう、山口あゆきです。今日は蒜山高原に来てます。そして今道の駅巡りをしたいと思います。レッツゴー。うーくそび、うん、切り干し大根でっか。え、鹿の角見て、鹿の角ある。すごい、頭もついてんじゃん。鹿の角、吹きの塔や、吹きの塔。これこれ、あゆが食べたい吹きの塔、これを取りに行きたいって言ってて、でも全部ちょっと開いちゃってる。見て、見て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 、さつまいも、めっちゃ、うん、300円光ってる光って、あの、ビーツ出てる。何がない、安いんちゃう。安い、なんぼな、なんぼな、150円。え、安いんちゃう。このちっちゃいのなんぼやろ、ちっちゃいの。違う、ちっちゃいのなんぼやろな、折れてる、負けがな。なんでこんな寒いの、おかしいやろ、話しちゃう。春やから寒くないと思った。あったか、なんかあったか。見て、いちこれ、クリー玉玉やな。これ何ですか、みんな。玉玉、あれちゃん、煙出るやつじゃん。煙出るやつ、ほら違う。ご飯をふっくら炊けんねんて。見て、ご飯の中に入れるんじゃん。へ、そうなの。寒いよ。あ、そば茶あんで、そば茶、ほらそば茶にエゴマとかな、めっちゃいい感じです。ちょっとゆっくり見たいと思います。いいね、巨大やん。距離もびっくりしてるわ。美味しそう。じゃーん、どうしようかな。晴れてきました。じゃーん、愛が大好きな菜の花が100円で売ってました。安い、普通のスーパーだったら200円ぐらいするもんね。やった、よく買われへんからさ、こういう道の駅でゲットするということ、それが愛希のすごい生活の知恵。バイビー。菜の花はパスタにしました。めっちゃ甘くて美味しかったです。イエイイエイイエイということです。蒜山ミルク、高級って感じやな。高級って感じです。じゃーん、割ってみた。じゃあチョコレート食べてみたいと思います。うん、おいしい。カカオの風味が鼻から抜けて、口からチョコレートの油分が飛び出した。鼻から油分飛び出した。そうだよ、食べてみんや。え、ん、すげえ、なんかチョコレート、あの、一緒のこと言ったからおもろいって感じ。どうなん、こういうの出すなよ。なんで、なんかいい。でもめっちゃ美味しい。美味しいな、うん、美味しかったです。じゃーん、蒜高原っていうのがここなんかな。蒜高原って高原かな思ってたけど違いました。今からクリームパン、サービス蒜高原の、サービスエリアで買ったクリームパンを食べたいと思います。な、一緒にここで食べよう。はい、座るとこあるんかい。ありました。さっきまで雨降ってたのにもう晴れましたな。通り雨でしたね。ちょっと待って、ここにさ椅子あるからさ、すごい風景かなと思ったら道路や、うん、あ、でも綺麗か、奥か、奥で、あっちも綺麗、綺麗な、ほんまやな、綺麗ですわ。さあ食べてみてください。なんか豚まんみたい。豚まん、豚まん、豚まん551の。食べて。おお、すげえ、もういきなり剥くやん。美味しそう、食べてみ。どう、うん、めっちゃ美味しいろ。世界で一番うまい。チャンネル登録よろしくね。無表情で。
めっちゃ美味しい。うん、ハムがする。どうするだけ食べる。いや、たまっとこっちで。じゃーん。出るってんの。分かってるって大丈夫やって。それではいただきます。言ったわ、ここのパンが美味しい。うん。美味しいな。ありえへんやろ。思ってたんちゃうやろ。ただのクリームパンと思ったやろ。モッシュクリームに近いやろ。どう？な、綺麗。だって世界で一番うまい言うだよなんか。うん。この鳥の声を聞きながらこんな美味しいクリームパン。でマイクは少しだけ。なぜならカロリーオーバーやから。何か分かった今の。あ、今日ちょっとだけしか食べへんねん、クリームパン。なんでとも？デブやから。デブやから、うるさいねん。違う違う違う。カロリーオーバー。なんて、なんてだと思う？デブやからやろ。話になんねえな。うん。おいしい。じゃあちょっと日光に当たって。どないしてん？デブやからやろ。じゃあ今からちょっと日光に当たって休憩しながらホテルに向かいたいと思います。で、まあ、観光しようと思って、昼高原を探したんですけど、昼高原かを、でもちょっと時間がちょっと切羽詰まってまして、あの、まあ、道の駅巡りにしようということになりまして、まあ、こういうことになっています。そしてクリームパンを食べさせてもらってます。さすがに春ですね。何これ、見て、何でもこれ、なんか黄色いトマト落ちてる。黄色いトマト落ちてんねんけど、これ何？トマトではないか、木の実。なんやろな。分かってるかな。出てくれんねんや、ちゃんと。これなんで買ったんやったっけ？タンパク質取る。タンパク質取るためにカニ買った。悪い？いや悪くないです。ごめんなさい、笑って。うわ、ピッカピカやん、光りまくりやん。おいしいな、カニ取ってるやん。なあ、カニ取んねんや。うん、どう？世界で一番うまい。それしか言わんやん。もっと面白いこと言われへんのか。大根も食べたい、うん、ちょっとだけ。いただきます。カニ食べます。うん、これはカニ寄りのエビ寄りのかまぼこ寄りのオイスターやな。なんで？オイスター。オイスター。オイスター。オイスターって貝か。カニや言うてんのにオイスター。ちょっとひみまろになるわ。うん、これはですね、うん、このかまぼこの中にカニを無ふんだんに入れようと思ったけど、経費的にちょっと無理だなっていうところで、まあ、風味だけ、うん、つけたい。そんな中で、あの、景色綺麗な。でもそれがね、やっぱりね、伝わってきますね。で、やっぱりこのカニの形してるところから、いや、あの、ちょっとこっち来てほしいな。こっち来てほしい。あー、カニの風味はあるから、これはすごいスペシャルで、あの、まあ言ったら鳥も食べるなっていう感じかな。人間ももちろん食べるよ。だって美味しいからね。さすがにありがとうございますって言われたら、ありがとうございますって返そう、みんな。うん、ちょっとしか映ってないんちゃう。お願い、映して。じゃんじゃん。おいしい。おいしい。プリプリ。なんでプリプリ？うん。なんで、もう一回言って。プリプリ。なんで切れてんねん。プリプリちゃうねん。プリプリを何回も言わすなよ。プリプリ補欠の曲作ってるくせになんで嫌やん。お前な。お前なんちゃうねん。素直か。なんで魚肉をベトナムから輸入せなあかんねん。この海洋国家日本が。海洋国家日本が？なんで闇やな。なんでなんやろ。知らん。高く売れるからじゃない。あ、え、高く買える。え、なんでやろ、ほんまやろ。なんでやろ、なんでやろな。うん、まあ美味しいからやけど。行こうか。行こうか。左です。じゃん、じゃん。
あ、ここコテージみたいになってますけど、じゃーん、今日のホテルはこちらです。森のホテルロシュフォールです。温泉だということで、今からこちらに泊まっていきたいと思います。お手洗い、昔風って感じやな。お外はこんな感じ。なんか伸びるが生えてそうですね。はい、今日はですね、素泊まりなので、ご飯が出ないので、今からコンビニに行ってご飯買いに行きたいと思います。やっぱりね、いつもいつも豪華に食べられないんでね、こういう時だからこそダイエットも含めて節約しながらやっていこうと思います。美味しいご飯が食べたいけどねじゃあちょっとコンビニ行ってきます。伸びるとかさ、何ニラとかに間違えちゃうねん。で、多分スイセンかなんかの花やね、うん、これが毒あんね、この球根が多分。あ、そうなん。で、間違って食べて亡くなったりとかするらしいから、気をつけてねっていう。結構危ない。誰が言ってんの？え、それはあれ、よくネットで書いてんねん。なんかラッパ水仙、水仙って書いてある。そうやろ、すごいやろ。そうやねん。なんかもう見た感じわかんねん。もうマスターですわ。もうだから山入ってもすぐわかる。伸びるも水仙も。まあね、そんなに豪勢にはいけないけどね、こういう雰囲気を楽しむ、まあ、っていうのは大事なんじゃないかなと相手は思います。はい、やっぱりね、旅というのは気持ちが一番大事やから、誰と行く、そして何をどう考えて過ごすか、気持ちの問題やからね。はい、さようなら。あれ買いすぎよ。岡山の旅館の UFO キャッチャーにビリケンさんおんねんけど、ビリケンさんおる。大阪カメムシや、カメムシおる。田舎ですからね。かわいい、歩いてる、めっちゃ歩いてる、かわいい。やっほー。ということで、お風呂に入りたいんですけれど、今6時半で、なんか7時からなんかちょっとメンテナンスが入るみたいで、女性風呂が。だからメンテナンスの10分間はちょっと出てください的なのか、ちょっとなんか微妙な時間帯だなと思ったので、まあそのメンテナンス的なんか終わってからお風呂入ろうかなと思います。岡山の美味しいご飯食べたかったですけどね。まあいいじゃないですか。ということで、これ美味しいって有名、最近なんか見つけて、なんかすごいね、みんな美味しいって言ってるので、私甘いお酒があんまり好きじゃないので、こういうちょっと甘くないお酒はちょっとリスペクト、ちょっと飲んでみたいと思います。まあ晩ご飯はまだ食べてなくて、今日はほんまにめっちゃ節制できてる。さっきのお昼のクリームパンこんだけと、あと朝なんか食べ、あの車の移動中に鶏の胸肉ちょっと持ってきてて食べました。あとグミちょっと食べました。それだけしか食べてない。あとコーヒーと、コロッケちゃん、いただきます。うん、じゃあチョコレート食べてみたいと思います。ちなみに男性風呂は普通に入れると思うんですよ、おそらくね。今源ちゃんはお風呂入ってます、温泉行ってます。じゃあ乾杯。うん、マジかよ。あー、なるほど、玉露やん。玉露美味しい。甘くないかも。なんかちょっと甘さはあるけど、その甘さっていうのがなんかお茶の甘さ、美味しいかも、好きかも。けんちゃん帰ってきてからコンビニ飯を食べようと思います、二人で。じゃあ今、当てはですね、当たり目を食べたいなと思います。当たり目は怖いんでしょ。いただきます。
地味やわ。春の訪れですよね。もうフキノトウが顔を出してて、すごい桜もちらほら、山桜が咲いてて、やっぱ春が一番好きかも。いや夏かな、いや秋かな。冬もいいよね。でも冬はあんまり好きじゃないかもな。順位つけると春1位、2位夏、3位秋、4位冬かな。すごくない？春夏秋冬、そういうことですわ。やっぱコンソメが一番うまいわ。マジ大事に食べよう。はっ、お風呂入ってくかん。うん、ちょっとでも気になったらもうすぐ出といてな。わかった、うん、お風呂入ってきます。めっちゃ気持ちよかった。いっぱいあったな、3種類ぐらいお風呂あったな。一回露天風呂先行って、ほぼ一人やって、で人が入ってきたから内風呂入って、でボコボコ入って、その後冷たい湯入って、冷たいお風呂、うん、水風呂入って、まだ露天風呂入って、うん、まだ水風呂入ってそうだ、ね、で内風呂入って、で髪の毛とか洗って、うん、今でもコンタクトなんかずれたというかさ、なんかおかしになってさ、お風呂入るときってコンタクトしたらあかんねん、たぶんな。なんかもう油がなくて冷めやべと思って、もう顔洗わずに今来て、もう一回後でまた入れたらいいなと思ってます。さっきの残りを飲みたいと思います。どんな色か見たかった。あ、別に色はないんや、そんなに。なんか薄い緑って感じか。じゃあお風呂上がりに、汗かいた。 0.3 グラムぐらい痩せてたね。あ、マジでやっぱりな、出るもん出ましたわ、汗がな。これなんかズボンになってるからめっちゃ着やすいです。じゃもうちょっとしてから、けんちゃんとご飯食べたいと思います。めっちゃこぼれてな、最悪、難しい。ちょっとこぼれてますやん。あれくらいから線どこかわからんな。ここ。あ、やっぱりビールが一番美味しい。熱っ。じゃあいただきまーす。これチーズあげてみていい？これなんか醤油とつけるんかな、うん、どうも。知らん。開けて。開けてよ。すっごい開けにくい。あ、チーズの匂いするわ、めっちゃ。マジで？うん、すごっ。うわ、豆腐じゃないわこれ。あ、逆やわ、箸最悪、見てあ、めっちゃ美味しい。これ、あきの好きなやつ。これ、ダイエットに良さそう。豆腐と思ったから、なんかチーズと思った方がいい。どう？美味しいよな。そんなに。めっちゃ美味しいけど。なんかトロッとしてんね。トロッとしてる。豆腐の味わいもあるやろ。うん。はい、大好きかも。3分経ってるし、うわ、めっちゃわかめ拭いてる。うん、何のラーメン？普通のラーメンで、普通のセブンのラーメン。わかめ、うん、わかめラーメン、あね、あさりラーメン。いただきます。
うまっ。ちょっと薄めにしてないけ、あのむくむの、明日むくむの嫌やったから。わかめ食べない、めっちゃおいしい。ちょっと薄め、薄めやろ。うん、おいしいやん。おいしいよな、うん、これもわかめ入ってない、青さ入ってんのか。まあちょっと固めやな。うん、こんな時間かかんねんやこれ。うん、味濃い。あ、でもおいしい、おいしい、めっちゃおいしいやん、うん、よかったな、当たりやん。うん、うん、ゆっくり食べたいと思います。うん、じゃん。ということで岡山なので岡山のお酒を飲みたいと思います。コンビニで探したけど1個だけ唯一ありました。はい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 、横の人の声聞こえんな、めっちゃ。うん、甘っ。なんか太りそう、これ。甘すぎて。めっちゃうまっ。ということで、納豆を食べたいと思います。納豆2個は食べられへんか。でもなんか違うねんけど、なんか大阪の納豆とは。一緒か、セブンイレブンやったら。知らんけどさ。なんかちゃうような気するで。なんかちょっとしょっぱいんじゃん。大阪は甘いんじゃん。知らんけど。やっぱりなんか夜納豆食べるのいいらしいで。納豆菌が夜の寝てる間にの。知ってましたか。今日はめっちゃヘルシーにいけてるような気がする。カップラーメン食べてますけど、今日一日食べてないもんな、ほぼ。なんか草臓器の匂いする。納豆ってそんなもんか。いただきます。うん、おいしい。ほぼ一緒やわ。これ粒でかいから多分好きやわ。うん、まということでゆっくり食べたいと思います。ごちそうさまでした。今日はもう寝ます。